得意の考察。こんにちは。今回はバビロン、はい、渋谷無限大ホールでやってます出張得意の考察というライブで、前回チームバナナとバビロンが出てくれたんですけれども、まあ、このバビロンも追加考察ということで、千鳥さんのクセスゴ YouTube 版でバビロンのネタ見て、まあ面白くて、いろんなところでバビロン面白いよっていうようになって、で、まあ、この YouTube でも勝手にバビロン面白いよっていうことも言わせてもらいまして、まあ、脱力タイムズでも誰か面白い分けていませんかって言われた時に、バビロンどうですかっていうのを経て、ようやく出張得意の考察でバビロン3人と膝を突き合ってお話しできるということで楽しかったですね。まあ完璧だったんですけど、現時点でもさらなるバビロン、新バビロンを目指してということで、ちょっと考えてみましたんで、はい、いきます。準々決勝の壁ってあるよね。まあ、全大会なんですよね、これがね。 M1、 キングオブコント、 R1 グランプリ、全部なんですけど、準々決勝から突然受けづらくなったり、 R1 でいうところのコンビの片っぽが出てる方は笑っちゃいけないんじゃないか感みたいなのが昔からね、ちょっと言われてて、芸人誰しもあるあるであるんですけど、そういう壁にバビロンもぶち当たってるということです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。最高だったな。ありがとうございます。失礼します。失礼します。失礼します。いや、最高だったらマジで。ありがとうございます。ありがとうございます。爆笑に次ぐ爆笑だろ。いやー、もうありがとうございます。ただ福井さん、本当にいつもありがとうございます。いつもありがとうございます。本当に、もうみんな言うだろ、最高だなって。これ別にお客さんに文句あるわけじゃないですけど、言ってる言ってる。3回戦とかは、まあ大爆とかで受けんすよ、M1 とか。で、ってことは準決の前ってことだよな。あ、準々。準々決の前。準々。あ、そんなに今あんだ。はい、なるほど。3回戦、準々準決勝、はい、そうです。3回戦まではめっちゃ受けてるんですけど、準々ぐらいからてめえら何やってんだみたいな感じになるんですよ。急に全員審査員ずらするってやつだ。そうです、そうです。いきなりなんかこうやって見られますよ、ね、えーと、マジでそうです。本当にあ、びっくりしますよ。コントも一緒なんですよ。あるある。コントも1、2回戦はすっごい ありがたい、温かいお客様なんですけど、もう準決ぐらいになると急にもうちゃんと伏線回収、はい、まあ、僕らも5分ないっていうのもあるんですけど、確かにでも別にあれ短いのなんもないもんな、ルールの。いや、ないですけど、まあ、それはさすがになんかね、なんか仕掛けくれよみたいな。仕掛けないまま終わる。いや、はいはいはいみたいな感じですよ。もうそっか、ね、それが悔やまれますね、本当に。でも、もうじゃあ賞レースが出るとして、はい、そこじゃないとこで引っかかり、だから、今ありがたいのは、その、はい、今、賞レースとかでも2回戦、3回戦でも、YouTube とかで、はいはいはい、そこで、なんか誰かしらに引っかかればっていうのがありますね。その決勝行かないでも。野犬3匹の面白さ。はい。これ、ライブ中で言った言葉なんですけども、バビロンを一言で言い表すなら、それが一番最適、的確かなと思いますね。作られた面白さの中にも、しっかりこう野犬じみた、あ、こいつら俺のこと噛んでくるんじゃねえかなっていう、あの恐怖感、野生味、それが3人とも宿ってるっていうトリオいないんでね、はい、バビロンの魅力だと思います。ゴッドタウンは、ゴッドタウンは行った？あ、行ったことないです。ゴッドタウンは出たことないです。出たいっすね、ゴッドタウンだけ。絶対受けると思うけど、うわ、絶対劇団ひとりさん好きだと思う。いやいや、もうだってもう、はい、多分3人一生懸命やってるか分かんないと思うけど、はい、半分以上何言ってるか分かんないわけ、はい、本当に。だからなんかそうなんだよ。えでもそれがすごくいいのよ、俺からしたら。あ、なんかさ、よく言うじゃん、なんか専門的なこと言うと、はい、三八あるから、はい、三八の方を向かない人は声って、はいはい、なんか刺さんだよって、はい、一番声でけえじゃん。一番声でいいやつがマイクの前にバーって入ってるから、横の声あんま聞こえないぶっちゃけたところだけど、ツッコミが的確に突っ込んでるから、ああ、さっきそう言ったんだって俺は思うけど、ずっと3人がワー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 って犬
野犬が出てきて野犬3匹そうそうそうだけどやっぱ野犬3匹がこんなに勢いよくショーとして見れるあんまないからだから俺めちゃくちゃ魅力的なのよ。いやありがたい。実は AITV に出てました。まあ、我々もありがたいことにピカルの定理っていうねフジテレビのコント番組出させてもらいまして、まあ大体我々40代世代はまあごっつええ感じを見てこうお笑いの世界に入ってきまして、その後にめちゃめちゃモテたいめちゃイケで、その後ハネルの扉っていうのが出るんですけど、でその後もいろいろフジテレビのコント番組って実はあって、でまあ、ピカルの定理もまあ言っても1、2年で終わっちゃうんで、まあ、間をつなぐように AITV っていう番組実はありまして、これもすぐ終わっちゃったんです。ただメンツが霜降り明星、ユリアン、レトリーバー、花子、四千頭身、バビロンということで、まあ、豪華メンツ、まあ、他にも何人か出てたんですけど、ほとんど全員がチャンピオンの中にバビロンが入ってるっていう。わわわわ言ってる。今までね、バビロンで、はい、なんか年表みたいなのあるじゃん、はい、一番惜しかった、ここ行けたかもなった時っていつ、はい、あれなんか賞レースですか。うん、あの芸能で新しいナビ。そっか、やっぱ出てたよ。そうだよな、出てました。八年周期のやつ、ね、新しいナビ。そうですね、霜降り明星、ユリアン、花子。そうですよ、花子、四千頭身、僕らですよ。四千頭身僕らですよ。そうっすよ、僕らっすよ、はい、吉住もいましたよ。吉住ちゃんもいました。吉住ちゃんもいました。チャンピオン、はい、え、ちょっと待って、はい、すごいメンバーじゃん。いや、すごいメンバーです、はい、その最後のめちゃイケとかみたいな番組も残りましたから。あった、なんか、はい、IT なんとか、はい、AITV、 AITV も、はい、その上の人がよくしてくれて最後滑り込みで入れてくれた、はい、本当はネタ対決だったんですけど、はい、僕らだけ俵長く持ち続けるいいじゃん、レギュラー交代って。だから極楽とんぼ枠でしょ。一番芸人が憧れるという、はい、うわぁ、それは激アツだな。激アツだったんですけど、でもその時は本当にもう霜降りも全然売れてないって、うん、そうそうそう、でそのまま消滅して僕らもそのまま流されちゃって、はい、え、バビロン以外はもう全員や、そういう辺の全員売れてるってこと。いや、売れました、ね、花子もまだ取る前で、ね、はい、売れてますね、売れてますね、たらすごいな、それ、はい、そんないい武器持ってるの、それ、はい、言ってるちゃんと。あ、いや、言ってはないか。なんかそれ、めっちゃ面白いじゃん。なかったことにされてるみたいな。そうですね。なかったことにされてるんで、俺もなかったことにしてる。あんまり言ったことなかった。あれ、言ってないから。確かに、確かに。かにだから、ね、僕らだけ売れてないんで、はい、そのなんか僕らが売れたらまた会ったことになるかもしれないですけど。そうですね。実はすごかったんだぞ、みたいな。AITV、いいじゃん。いい名刺持ってんじゃん。いやいや、そうなんだ。テレビ出るとき、はい、言った方がいいでしょ、 AITV がどの子なんつって。有吉ゼミに向いてるね。まあ、ノリが辛いもの食べれる、大食いもいけますっていうこと自信満々出てたんで、ちょっとバビロン、有吉ゼミにレギュラーにどうですかっていうことを思いました。ソロケとかも行きたいですよ ね、 すね、僕らは本当に。いや、絶対来るでしょ、はい、大食いとかできるの誰か。あ、俺めっちゃ食います。早いし、俺早いし。あ、そう。え、有吉ゼミまだ行った？有吉ゼミはないんですけど、デカ盛りハンターは行ったことあります。あ、バク盛りか。バク盛り、バク盛り出ちゃうと有吉ゼミ出れない気がするな。あ、そう。いや、わかんないけど。でもしょっちゅうは出てないんで。あと辛いのも行けますもん。おお、無敵じゃん、有吉ゼミじゃん。いや、そうなんです、有吉ゼミなんですよ。ねえ、有吉ゼミ赤いし、なんか赤いし。いいね。体はもう本当にいけるんですよね、はい、体は本当に強いです。おちゃんも僕は痛いとかは、はい、結構我慢できると思う、はい、いや、時代にそぐわないな。いや、そうなんですよ。いや、その通りやった。いや、本当この前本当にそうなんですよ、今だから。3人ともそうなんですよ。なになになに、もうこの前収録したのがなくなったっていうのが。そうなんですよ、はい、そのケツバットし合うっていうのが、はい、呼んでいただいたんですよ。もうぶっ壊れるまで行くって、ぶっ壊れるまで行くって、はい、で、パンパンに腫れたんですよ。強いんだ、痛みに強いってこと、はい、みんなもう色変わって行ってですけど、はい、僕だけはミミズバレ程度で終わるっていう、はい、おで、それが完全おくらいになっちゃう、はいはい、役者業いけるんじゃないですかって、はい、これはまあ主にノリなんですけど、まあ、バビロンが一度水曜日のダウンタウンのドッキリ企画で、まあ、千葉が辞めたいって言ってノリがブチギレるっていうシーンがあったんですけど、あの的空気を出せるやつはもう V シネに行くしかないなって僕は思いましたね。本物だと思いました。あれを
じゃあ最近の若手イケメン役者が出せるかって言ったら僕は出せないと思ってて、だからもう早急に吉本を挙げてノリに V シネの仕事を振っていただきたい。必ずできると思いますんで、はい。あの水曜日の後は何かあった？あれは結構反響をいただきましたね。あれが仕事につながるかっていうとな。まあそうなんですよね。ただ僕が怖いやつってなっちゃったみたいな。そうですね。いやそうなんですよ、本当に。いやでも怖かったもん。いやそうなの、見るそう怖いやつってあって、すっごいなんか DM とかも、はい、おめえみてえなやつが出てくるんだとか。だって、いやー、俺俳優の仕事は、はい、来るかなと思って、やっぱあの、はい、見ました水曜日で、まあコンビなんか悪いって切れるのやっちゃったんですけど、はい、シミケンだよ。シミケン以来見たことない。絶対血が出るなって。全員がもうこれはダメだなって。もう切れる人ってやっぱ動かないし見ないよ。あれをやっぱあれできないだよ普通の人って。染みついてるってことですね。まあまあそう、でもやっぱり芝居ってそうじゃん。結局さやっぱ。何証券さんとかさ、はいはい、菅原文太さんとかああいうトラック野郎とかやってたら怖いのは、はい、本当に怖いから面白いわけじゃん、はい、裏でいいやつっていうやつが怖い役なんかやったら怖くないんだから。確かにそうっすね、はい、でも最高だと思うよ。もうそろそろドッキリグランプリ来るんじゃないかなって。はい、これも何度か呼んでいただきまして、お笑いの帝王東野さんとお笑いの女王小池栄子さんがMC を務めるね、非常にお笑い芸人に愛のある番組でして、ジェラードンがまだまだ売れる前からいじっていただいて、こいつ誰っていう人が一人でドッキリを食らったりするような愛のある番組でして、もうバビロンは王ちゃんもノリも千葉も3人ともドッキリ面白そうなんで、言ってる間に売れちゃうと思うんでね、ドッキリグランプリのスタッフの皆さん、バビロンどうぞぶっ壊してやってください。よろしくお願いします。でいずれ売れるのも多分皆さんの想像通り売れるとは思うんですけど、かといってやっぱお金がないと続けられないし我慢もできなくなっちゃうんで、じゃあ個人個人でこうお金になる趣味やら特技ないんですかって話した時に、いいですけど、何何何サッカー、あの野球です、ジャイアンツ好きで、おいいじゃん、はい、ジャイアンツは見に行くっていうことぐらいですね。ジャイアンツ見に行ってんの？あ、見に行ってます、球場に。へえー、はい、それいいじゃん、はい、それ行こうよ。多分にわかりです。ね、多分にわかる。まあまあその浅く広いんですよ全部。そのなんかめっちゃ詳しい人から見たらそのにわかかもしれないですけど、ダメダメダメ、もうガチガチ。MC もあるよ。ゴーイング。はい。それだって詳しい人が一番の。やろう。江川さんと。江川さんもういないから。もういないからとか。いやいやいや。江川さん、千葉さん。江川さん。MC やるときにもう江川さんいないからじゃない。江川さんもういない。江川さんもう YouTube もう高されの方に行っちゃいましたから、YouTube の。やろうよ。おーちゃんはおーちゃん何？僕、格闘技です。あ、そうなの？格闘技観戦。鬼越の酒井さんとか解説席いたじゃないですか、うん、僕もやりたいなって。そうなんだ、格闘技も絶対なくならないからね。そうですね、はい、で格闘技はもうとんでもないスポンサーがついて、はい、ヨギボーヨギボーなんてあれいくら払ってんだって思う。本当すごいっすね。どこまでいけるの？いっぱいあるじゃん、もうプロレス。ジャンルですか、うん、あの本当総合格闘技、ボクシング、キックボクシングいける。だから健康馬さんの横に行けるってことよね。はい。てか健康馬さんになれるってことだよね。健康馬さんになれます。健康馬さんと上田さんと有吉ゼミって絶対に。これがバビロンの名刺です。ただこの健康馬さんも上田さんも最初から老若男女に好かれたわけじゃない。まあ強いて言うなら有吉さんもそうでしたね。男子に好かれ、その次若い女子に好かれ、その次におじいちゃんおばあちゃんに好かれていったっていう歴史がありますんで、それと同じ歴史をバビロンには進んでいっていただきたいということで、芸人もスタッフ一同 もうバビロンのこと面白くないって言ってる人は一人もいないと思うんで、僕は大会の決勝に行かなくても大丈夫だと思ってますし、バビロンが焦らないことを祈って自分たちだけの道をまっすぐ突き進んでください。ありがとうございました。